僕の欠かせない一本は Z585 の3番アイアンです。まあ、今あんまりこう3番アイアン入れてる選手は少ないんですけれども、まあ、僕はあんまりちょっとウッドが得意じゃないもんですから、狭いホールはこの3番アイアンを使って、まあ、ちょっとロフトを立てたり、たまにはこうちょっとロフトを寝かせて球を上げてみたりと、まあ、この1本で結構こう自由自在に球を操れるので、まあ、非常に気に入ってます。下から打っても意外とこう球が止まるので、普通こう3番アイアンでこう足がこうドドドって出ちゃうんですけど、これ非常にこう、まあ、ちょっと球も止まってくれるので、まあ、いろんな球が打てるので非常に気に入ってます。